岩服魅力あふれる、原宿ジャック、コミュニティの心を揺さぶる、新たなイブ・サン・ローランの輝き、原宿ジャック掲示場所紹介で、街を彩る美しいアートが話題となっています。特に、イブ・サン・ローランの、ショー・イラノウ×ルージュ・ P ・ U ・ R ・ CO ・ U ・ T ・ U ・ R ・ E が裏原宿キャットストリート壁面に登場し、まるで紫輝くんだその場に降臨したかのような光景が広がっています。 場所は東急プラザ表参道原宿の建物の裏側2箇所目で、元服な空間となっています。住所は動画に詳細が記載されていますが、注意が必要です。なぜなら、これらのアートは民家に掲示されているため、訪れる際は周辺住民に迷惑をかけないよう、マナーを守りましょう。原宿の街には紫輝くんの姿が点在しており、まだ半分も見つけられていないとのこと。これはファンにとっては嬉しいサプライズで、 街全体が紫輝くんの存在で賑わっている様子がうかがえます。もちろん、これらのアートは普段の生活の中で偶然見かけることができ、その度に驚きと喜びが広がることでしょう。ただし、キャットストリートの渋谷側にはまだアートが貼られていないため、原宿や明治神宮前駅からスタートすることをお勧めします。これはまさにファン同士が共有するプレシャスな情報であり、それを活かして街歩きを楽しむことができます。 ファンたちは SNS を通じて感動や興奮を共有し、アートに対する熱い思いがコメント欄に溢れています。見つけた場所や美しさについての感想、行く予定の方は期待と興奮を綴り、それに対して他のファンが励ましや感謝の言葉を返す様子が見受けられます。投稿者たちがアートに対する情熱を感じ、その場所を訪れることによって得られる喜びや感動が、記事によっても伝わってきます。 ファン同士が情報を共有し、お互いにサポートする姿勢が、原宿ジャックが生み出すコミュニティの魅力を一層引き立てています。そして、この記事を通して、コミュニティが感じる興奮や幸福感、街全体に広がる活気を共有し、読者にもその雰囲気を味わってもらえることでしょう。原宿ジャックは単なる街の装飾ではなく、ファンたちにとっては特別なイベントとなり、それが地元住民にも愛される理由の一つと言えるでしょう。 最後に、これらのアートが地域にもたらす社会的影響についても考えてみましょう。原宿ジャックが街全体を彩り、ファンたちがその美しさを共有することで、地元経済や観光にもプラスの影響があるかもしれません。紫輝くんの姿が見られることで、ファンたちは原宿を訪れ、その周辺での飲食やショッピングなどを楽しむことでしょう。こうした視点から見ると、 原宿ジャックは単なるアートイベントにとどまらず、地域社会に対するポジティブなインパクトをもたらしていることが伺えます。街全体がファンと共に輝き、原宿ジャックが生み出すコミュニティの力強さが、これからも続くことでしょう。